はい、というわけでやってまいりました。やっちゃいました。私はね、今日はね、怒ってますよ。私怒ってるあるよ。本当にね、ホンダ E がね、なんともうリコールが出ちゃったということでね、ツイッターでね、教えてもらいました。どうもありがとうございます。あれなんですかね、リコールあった方は家にハガキが届くんですかね。私の家にはちょっと届かなかったんですけど、これですよ、ほらこれ。ホンダのリコール、まあ、何のリコールかっていうのがね、結構問題で、コンビネーションメーター、電気装置っていうのがダメだったみたいですね。後席シートベルト、情報制御プログラムの、不適切ということか。後席シートベルト警報が表示されません。まあ、シートベルトの不具合ってことですよね。まあ、結構ね、これ命に関わることなんで結構重要なことですよね。でこれ今販売してる全ての台数が、適合されてるわけではなくて、200台、ホンダ E ZAAZC7 っていう型式なんですね。でこれ全てのホンダ E が、不具合っていうわけではないらしいですね。実はね、私も調べてきました。その様子をどうぞ。どうも YouTube ユーザーYouTube ユーザーハローというわけで、今日はね、ホンダ E また運転しております。リコールが、どうやらリコールがやってきたらしいですね。ホンダ E さん初のっていうか、販売してもうすぐリコールがやってきたっていうやつですね。どんなリコールやったっけ？後部座席のシートベルトをつけてなかったら警報が鳴るはずが、鳴らないんじゃないの？あ、ホンダ E が。じゃあちょっとリコールホンダ E に聞いてみましょうね。OK、ホンダ。ホンダ E のリコールってあるの？わかりませんでした。もう一度お試しください。ホンダ E リコール。もっと賢くなるように頑張ります。ポジティブ。あれ、ちょっと都合の悪いことは聞かれたくないようですね。ちょっと後で後部座席乗ってみようと思います。これ何番台とかあるんかな？リコールホンダ E。 結構ね、前のフィットもリコール結構ありましたね。IDCD っていうね、私が乗ってたフィット3もなんかリコールだらけで、今回のホンダ E もリコール多いんかな。まあ、その度に私のネタになるという。わ、かっこええわ。ちなみにリコール対象者は、令和2年の7月27日から令和2年の10月30日に販売されたZC7100038 から243までです。一旦ちょっと後ろを座ってみますね。はい、こんな感じです。私ちょっと座高が高すぎる人間なんで、ちょっと狭く見えますけど、実際はね、そんなに狭くないと思いますよ。あ、これ、ここにね、ほら、ダウンライトがついてるんです、実は。でこれ今どうなったの？ついてる？ついてないよ。座っとかないと。そっか。はい。で、今シートベルトをしますね。シートベルト、これ初めてするな、後部座席で。どう？うん、あ、青くなった。ということは、一応リコール大丈夫と。では、シートベルトがちゃんとつくか。はい。シートベルト。あ、そうそう。ホンダ E ってね、これ茶色いんですよね。いいでしょ？ホンダ E。ちょっとマジで酔うたわ。これ小回りが効くって本当にね、運転がしやすいっす。じゃあ今から無料充電に行きましょう。無料。まあ、大してたまらんけどな、200ボルト。今日も楽しい無料充電やってまいりました。わお、ホンダ E。 いや、やっぱ無料っていいですよね、皆さん。33% か。頑張れよ、充電。なリコール後ろのシートベルトでよかったな、うん、結局うちらのホンダ E は大丈夫やったんやなあれ、うん、これすごいな、なんか家の中みたい。はい、戻ってまいりました。ホンダ E 充電ね、充電だいたい1時間ぐらい、しました。お 42% たまりました。イエイイエイこれめっちゃええよな、買い物をしてる間に充電がたまるっていう。あ、じゃあこれ締め忘れな、え、ああごめんごめん見えんかったわ。よっしゃ、お腹すいた。はい、どうでしたかね。いやー、私のホンダ E 大丈夫でしたいやー、でもこれからね、まだ結構なんやかんや出るんじゃないの、出ないことを祈りますけど、前のねフィットハイブリッドも結構リコール出たんですよね。実はねホンダ車だけじゃなくて各社結構実はいろいろ出ております。まあ、リコールというほどまではいかないんですが、まあ、点検の時にね無料で直しときますとかねいうのはちょっと怪しいですよねなんかね、よくほらなんかたまにねガラスがストーンと落ちるやつとかねなんか昔結構そういうのありましたよね。そういうのは確かリコールにかからないですよね。なんか点検持ってった時にサービスで直してくれるみたいなそんなのよくありましたよね。で、もう一つね、面白いのが、ホンダセンシングで、出てくるんですよ。この、今何キロで走れますとかね、一方通行ですよとか、標識がね、ホンダセンシングで出てくるんですが、それをね、結構誤認識するみたいで、天下一品ですよ、天下一品。あれ、天下一品ってね、ほら、なんか、進入禁止のマークに似てますよね。あれを、まあちょっと、本当に出るかなと思って、この間たまたま、国道2号線ですよ。そこ走ってる時に、たまたまあったんで、あ、出たっていうことで、ちょっと嫁に写真撮ってもらったんですけど、それの、まあ写真これね、これ。で、そうそうそう。これね、私のツイッターなんですけど、ほら、これ。まあ、誤認識してもしょうがないかなっていうレベルの間違いですよね。で、結構皆さんね、ほら、ツイッターね、いいね、ありがとうございます。102件のいいね、ありがとうございます。すごいな、みんな。ありがとう。私のツイッターで100いいねつくのあんまりないんでね。で、これツイッターでね、コメントしていただいた方、ちょっと読み上げていきますね。ウケる。あ、これニュースでやってました。日野も試してください。え、日野？日野って何？日野っていうのもなんか、ご認識あるんですかね。ちょっと調べてみましょう。確かに。これ、確かに。これ、日野のトラック、赤のね、エンブレム。これ、進入禁止に見えますよね。なんかこう、いろいろご認識が、まあ、あるみたいですよね。まあ、でもこの辺はね、まあ、ご認識というか、まあ、ホンダセンシングってね、基本、補助的なシステムなんで、基本的には、人がね、判断しないとダメというものなので、まあ、こういうのはね、全然、ホンダさん大丈夫だと思います。ただちょっとリコールはね、もう勘弁してほしいという感じですけど。はい、いかがでしたかね。やっぱね、リコールってなるとね、やっぱドキーってね、なりますけど、やっぱりきっちり、ディーラーさんの方だと、ホンダさんとかね、他の企業さんもそうなんですが、きっちり直してくれますので、リコール出たからといってもね、すぐ事故るわけではないので、皆さん気をつけてね、しっかりメンテナンスして、乗っていきましょうね。はい、というわけで、今日はホンダ E のリコールがあったよっていう動画でした。じゃあね、ボーイガチョン。